今回は脳の外で考える最新科学で分かった思考力を研ぎ澄ます技法という本をご紹介します。考えることは多くの人にとって脳を使うことと同等だと思われています。この考え方を共有している要約者も本書のタイトルである脳の外で考えるに触発され、中身が一体どうなっているのか興味津々で本を手に取りました。個人の脳以外の資源をどのように活用することで思考の効率が向上し深い理解に至るのかという疑問を持ち、人間のさまざまな特性を再評価しました。脳の外側に存在する思考プロセスの向上に役立つさまざまな要素に驚かされました。これらの要素は科学的な実験と調査によって裏付けられており、具体的な実践方法も提供されている非常に実用的な本であることが分かりました。例えば本の第一章で取り上げられている感覚を活用するというテーマでは、自身の体の状態に気づくことを指す内受容感覚に焦点を当てています。この感覚を鍛えることで鼓動のタイミングを正確に把握できるなど、驚くほどの能力が開発できるとのことです。要約者は残念ながらこのような能力は持っていませんが、本には内受容感覚を向上させる方法が複数紹介されており、実践の価値があると感じました。さらに複雑な思考を行う際にジェスチャーを活用することで理解が進むという有用なアドバイスもあります。これらのヒントは仕事の生産性を向上させたい人や学習効果を高めたい人にとって非常に役立つ情報が満載の一冊と言えるでしょう。